デビット・デューク・カーは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、ベイカーズ・フィールド出身の元アメリカンフットボール選手。ポジションは、クォーターバック。現役時代は、ヒューストン・テキサンズ、カロライナ・パンサーズ、ニューヨーク・ジャイアンツ、サンフランシスコ・フォーティナイナーズに所属した。実定は、ラスベガス・レーダース・ QB のデレック・カーで、おじは元・フォーティナイナーズ手のロン・ボイエットである。 フレーズの就立大学時代、1999年は、レッドシャツのため試合に出場せず、2000年から、先発 QB として活躍するようになった。大学時代につけていた背番号8は、チームの永久欠番となっている。2001年のハイズマン賞のファイナリストに選ばれるも、受賞とはならなかった。2002年の NFL ドラフトでは、新球団。 ヒューストンテキサンズから全体1位で指名された。テキサンズ入団後、チームの先発 QB として5シーズンにわたって活躍した。その後、カロライナ・パンサーズ、ニューヨーク・ジャイアンツ、サンフランシスコ・フォーティナイナーズなど、各チームを転々とした。2011年、シーズンを通して出場はなかったが、ジャイアンツの控え QB として出場した第46回、スーパーボールで、 ニューイングランドペイトリオッツに21から17で勝利し、スーパーボールリングを受け取った。2012年シーズン後に引退。2015年、カリフォルニア州のベーカーズフィールド、クリスチャン高校にてオフェンシブコーディネーターを務めている。2016年より NFL ネットワークにアナリストとして所属している。ありがとうございます。